さあ今回はこんな感じのものを作っています。まず最終形ご覧ください。はい、文字がカラフルな空間の中を高速移動してて、それにさらにね、派手な SE がついてる、こんなのをアフターエフェクツとフォトショップとそしてオーディション、この3つのソフトを使って、素材が全くない状態から作ってみます。ではまずフォトショップの方から採用していきましょう。フォトショップを起動して、で新規作成ですね。はい、でドキュメントの大きさですけど、フル HD ですね。 1920×1080、72dpi、これにしときましょう。カンバスカラー、これ透明にしとくとですね、余計なレイヤーができないので便利です。はい、これで作成します。そうすると空っぽなですね、こんな感じの書類ができます。そしたらここにですね、部品を足すわけですけど、レイヤーのメニューから新規塗りつぶしレイヤー、これの中のグラデーション、これをですね、出してやると、で、グラデーション1で OK でいいので、はい。まあ、グラデーションで塗りつぶしってですね、グラデーションだけのレイヤーができます。そしたら、ここのグラデーションっていうところをクリックします。で、この詳細のですね、設定になっていくんですけど、ここを使うとですね、アフターエフェクツだと簡単にできない種類のグラデーションを作れます。それがね、ここのとこです。グラデーションタイプっていうとこ。これベタ塗りとなってますけど、これメニューをですね、ノイズにしてやります。ノイズにしてやると、はい、画面見ていただくとですね、こんな感じの横線がバーッとですね、カラフルに引っ張られた、こんなタイプのグラデーションを作ることができます。で、これなんですけど、この粗さっていうとこね、これを動かすと、数値が小さくなるとどんどん滑らかになって、まあ、いわゆる普通のグラデーションですね。こんな感じになります。で、右に行くほどどんどん粗くなってって、もう 100% にすると、もう1ピクセルぐらいずつですね。わーっとランダムなからのラインが引かれると。こんなのが使えます。で、これの面白いところが、ここなんですね。開始位置を乱数的に変化させるっていうのがあるので、これクリックすると、こんな感じですね。どん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 ランダムに色が変わってきます。で、これ、この細かすぎるとちょっと分かりづらいから、これをね、適度な粗さ。まあ、50% よりも少し右寄りぐらい。70にしときましょうかね。はい。こんな感じに適度な粗さにしときます。これで、ざーっと探っていって、こんなのかっこいいかなっていうですね、線が出てくるようにします。はい、じゃあこんな感じでやってみましょうかね。とりあえずこんな感じでやってみます。これで OK して、でこのグラデーションですね、保存しておきます。まあ、PSD ファイルとして保存しておく。はい、これで準備完了です。はい、じゃあ引き続きですね、アフターエフェクツの方で作業していきましょう。アフターエフェクツの中にさっきのですね、グラデーションの PSD ファイル、これもフッテージとして読み込んであります。じゃあ新たにですね、コンポジションを作ります。新規コンポジションで、プリセットで、ね、フル HD でいきましょう。HDTV1080-29.97 と。で、デュレーションですけど、まあ、今回10秒間でやってみましょうかね。はい、それで OK します。はい、そして、このですね、グラデーションを配置します。で、これね、これだけでも一応静止画の中においてのスピード感の表現みたいになってるんだけど、当然これまあ静止画なんでこのままだと動かないですね。はい、じゃあこれ動かすにはどうしたらいいかってところなんですけど、今回こんな方法やってみます。そしたら、このグラデーションのレイヤーに右クリックして、エフェクトのですね、ディストーションのオフセット。これをですね、かけます。オフセットってどんなエフェクトかというと、要するにですね、これずらす、画像の中身をずらすエフェクトです。今これ縦の値ね、中央のシフトの縦の値をやると、例えばずーっとこうやってると、下に沈んでいったやつが、今度反対側から出てくると。そんな形になってます。で、これを
グラデーションのね素材の場合には横はもう一直線なんで、横軸っていじっても変化がないです。これ実はまあ数値変わってるんだけど見た目変化がないと。で縦の場合はこのように変化に見えると。はい。でこの横流れのねスピードラインの場合って、これがランダムにかなりぐちゃぐちゃぐちゃって動くとすごい高速移動してるような感じに見えてくるので、それをね表現しています。そしたらレイヤーのねプロパティ詳細を分けて、エフェクトのオフセット、はい、これ開けますね。で中央シフトのところなんだけど、ここにねエクスプレッションを入れます。 Mac の方はオプションキー、 Windows の方はオルトキーをしながらこの中央シフトのボタンクリックします。そうするとエクスプレッションの入力のとこ入るので、これ入れてください。半角で WIGGLE ウイグルですね。でカッコ、これを入れます。はい。そしたらね、今回これ1秒間に30コマのコンポジションでやってますけど、1コマごとにランダムにしたいので、そこにねまず30と入れます。で次に区切りで、コンマですね、ピリオドじゃなくてコンマを入れて、でどれぐらいの値変化するかってとこなんだけど、これ縦が1080ピクセルあります。でプラマイ1080ピクセルでね全部動かすには真ん中基準にして、プラマイなので半分の540ずつですね、上下にランダム移動すればもう完全にランダムに動くってことになるので540って入れてあります。はい。こうしてやるとこのオフセットの縦の値が一コマごとに完全にランダムになるので、こんな感じになります。はい、かなりですね高速にビューッと飛んでる感じですよね。はい。でまあこれでもいいんですけど、ちょっとね早すぎる、チラチラしすぎるかなってとこもあるので、ここをね少し落としてあります。エフェクトの時間のポスタリゼーション時間、これ使うと、本来1秒間30コマのところが適度なコマ数にねこのレイヤーのアニメーションを落とすことができるので、例えばこれ10とかに落としてやるとだいぶ間引かれますね。1秒間に10コマの変化と同じになるので、はい、スピード感はあるけど幾分マイルドですよね。ちょうどいいぐらいになったかなと思います。はい。こんな風にしてやると元のこの横線のグラデーション完全に静止してるんだけど、動いてるようにね疑似的に見せることができます。そしたらね今回これ真ん中に文字を置いて文字が高速移動してるようにね見せてみましょう。はい。でこの細かい横線の中に文字があると目立たないので、ちょっと真ん中にグラデーションっぽいやつねもう一個作ってやります。じゃあねエフェクトをさらに追加して、描画の中の CC ライトスイープ、これ入れてみましょう。そうすると今これ斜めにねこの光の線が走りました。これを真ん中にグッとね横一文字に走るようにしたいので、じゃあまずセンターのとこね、縦の値これ真ん中なので半分の540しておきましょう。そしてディレクション、これ90度にすると、横一直線になります。そしてねこれ太さをこう変えてやったり、このインテンシティね強さを強くしてやるとどんどんそこ明るくなっていくので、こんな感じにちょっとこの真ん中に明るくなるようにします。そしてこのライトカラーね、今これ真っ白なので、これの色を例えば若干この真っ白じゃないぐらいにしてやると完全に飛び飛びにならないぐらいになったり、あとこのね描画モード、これがアドだと明るくなりすぎるのでコンポジットしとくとねもう少し優しい感じで出ます。まあ、こんな感じにコンポジットにした上で少しね真っ白じゃない色にして、インテンシティ強めにして、で幅をね適当に決めてやったりすると、このエフェクトだけでこんな感じ真ん中にグラデーション通すことができるので、
周囲はね高速移動してるんだけど真ん中は幾分見やすいと、そんな形にできますね。はい、こんな雰囲気ですね。そしたらちょっと真ん中にね文字打ってみましょうか。こんな風に文字を打って、中央を整列させて、でこのまんまでもね移動したように見えるんですけど、完全にこの文字とか静止させてるよりは、例えば頭のとこでね、位置のプロパティちょっとだけ真横に移動させてキーフレーム入れて、でこの最後のとこでね移動距離ちょっとでいいです、ちょっとだけこんな風に動かしてやると完全に静止してるよりもこんな感じにね動いてる感じ見えてきます。はい、こんな風になりました。かなりね手順としては慣れれば非常に簡単だけど、すごいスピーディーに動いてるように見えますね。あとかなりカラフルなんで華やかかなと思います。じゃあこれで映像は完成としましょう。はい、じゃあ次はね、オーディションを使って音をゼロから作ってみましょう。じゃあオーディション立ち上げてまっさらな状態です。ファイルの新規からオーディオファイルね、これを作ります。はい、そしてサンプルレートは 48,000、48kHz。そしてチャンネルがステレオ。これ必ずステレオにしてくださいね。で、ビットデプスが24と、24ビット。これで OK します。はい、そしたらね、空っぽのオーディオができたので、ここに元の材料を作ります。エフェクトの生成。この中のノイズですね。これを選んでください。そしたら一回リセットして、デフォルトにリセットして、ここから作ってみましょう。で、カラーね、これノイズの種類ですけど、これ白にしとくと、いわゆるホワイトノイズ。こんな音です。これになります。で今回ね派手にステレオでわーっと広げたいので、このスタイルのところを独立したチャンネルってのしてください。はい、そして最後デュレーションね、長さ、今回ムービーが10秒で作ってあるから、まあ、ちょっとだけ余裕持たせて 12.000 で、12秒ですね、これで作っておきましょう。はい、これで OK します。はい、そうするとね、純粋なノイズのパーツができました。はい、こんな音ですね。はい、じゃあこれをですね、エフェクトで加工していきます。そしたら、エフェクトラック、ここ開けてください。じゃあまず1個目のエフェクトね。はい、変調のフランジャー、これかけてください。フランジャーかけて、一回プリセットデフォルトにして、状態揃えましょう。これで一回聞いてみると、はい、わかりましたかね。音がね、うにゃー、シュワー、シュワーってね、うねってると思います。フランジャーかけるとね、こんな風な音のうねり、なんかジェット機が飛んでるみたいな、こういうの加えられます。それでね、もう一個注目してほしいのが、もう一回鳴らすと。ヘッドホンとかで聞いてもらうと、左右ちゃんと独立してぐーっとうねってると思うんですね。これで広がりが出るから、今回作るみたいな割と異世界みたいなね、空間の場合には、迫力が出てくると。これモノラルだと真ん中からしか聞こえないので、この辺ね、大事になってきます。そしたらね、あんまり今回いじんないんですけど、一個だけ変調レートっていうところ。この変調レートっていうのはこのうねりの速さなんですね。で、今 0.2Hz、約 0.2Hz で、これを 0.1Hz します。1Hz っていうのは1秒間に1回動く。まあ1秒間に1回波が来ることなので、0.1 ってことは、まあ、10秒間でこのうねりがね、っていくと。そんな設定してみました。ここでちょっとうねりが遅くなって。はい、こんな雰囲気ですね。じゃあこれもうちょいね、ちょっと迫力出してみましょうか。もう一個今度は、ディレイとエコーの中のアナログ遅延って書いてあるんですね。これを入れてあります。
で、プリセットはデフォルトにします。ちょっと一回聞いてみましょうか。ちょっと分かりづらいかな。まだね、ちょっと分かりづらいけど、山彦的な効果でちょっと響きが加わってます。そしたらこのウェットアウトってところをちょっとね、数値上げてやって、で、ディレイっていう値、これが音の、この響きが遅れてくる量なんだけど、250ぐらいしてみましょうか。で、フィードバック、これがね、どれだけこの音がワーンって返ってくるかで、これを、まあ、70% ぐらいしておきましょう。これ 100% 超えるとどんどん収集がつかない音になっちゃうから、これ 70% とかやってみますね。そうすると、わかりますか？さっきフランジャーだけの時って、割と乾いた音だよね。耳のそばでシューンって言ってる感じだったのが、このディレイ入ったことで、空間がね、できたと思います。これで、なんかね、すごい、狭い空間じゃなくて、広い空間をポッと飛んでるような、そんなね、印象が出てきます。これはまあいくらでも開口していけるんですけど、とりあえずこんなとこしておきましょう。これで、このね、適用を押すと、全部波形に適用されるので。はい、これでオーディオファイルと保存して映像と合体させます。じゃあね、改めて完成形を見てみましょう。はい、派手ですね。まあ、このスピード線ね、横流れの線って、いろんな作り方があって、ノイズ系のものを、ブラーとかで横に伸ばすって形で、アフターエフェクトの中だけでも結構作れるんだけど、このカラフルなね、グラデーション線、これフォトショップだと作りやすいので、それ利用した方法ですね、今回使ってみました。で、プラス、効果音。こういうのもね、もうこれ現実にない効果なわけだから、作り放題なわけなんだけど、ノイズをね、フランジャーで加工するっていう方法でやると、割とね、ジェット機が飛んでるような音になるので、こういう高速で移動してるっていうのは使えます。結構ね、いろんな場所のアクセントとかに使いやすい、手法だと思うので、ぜひですね、応用して使ってみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、また動画のシェア、拡散をよろしくお願いします。